ゴージェービア店のコーナーです。今日はゴールキーパーの森井健太選手とミッドフィルダーの雨宮博夢選手にリモートでご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして監督の兄でビアティンミエトータルアドバイザーを務める樋口志郎さんとともに今日もお伝えしてまいります。樋口さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、現在リーグ戦は夏の1ヶ月の中断期間です。番組ではこの選手のオフに密着しました。Jリーグ昇格の夢があと一歩のところで叶わなかったあの日、自分の判断のミスで失点してしまったんで、まだJリーグで戦える選手ではないんだぞって言われた気がすごいしました。あの日を忘れることはないし、あの日があったからJリーグ昇格できた、って思えるように、日々意識して練習してるようにはしてます。ビアティンミエの守護神としてレギュラーに定着し、数々のスーパーセーブでチームを救ってきたゴールキーパー森井健太選手。唯一手を使えるポジションで、本当に最後の砦なので、このゴールを守るっていう強い気持ちが必要ですし、三重県から初の J リーグ昇格を目指し、国内4部リーグに相当するアマチュア最高峰の日本フットボールリーグで戦うビアティン三重。今シーズンはリーグ前半戦を終えてリーグ9位と、首位のホンダ FC との勝ち点の差は11、後半戦での巻き返しを狙います。誰一人納得いってない結果だと思いますし、悔しい気持ちでいっぱいです。ご自身のコンディションっていうのはいかがですか？そうですね、ここ最近では一番コンディションいいかなというふうに思ってます。プレーをしていても体のそのキレだったり、軽さっていうのはありますし、ゴールキーパーとしての役割がうまく、理解というか把握できてるのかなと思ってます。夏の1ヶ月のリーグ中断期間に合わせて、チームにも10日間のオフが与えられました。とある日、森選手のオフに密着しました。結構休みの日は家族で出かけることが多いんですか？そうですね、もう基本家族と過ごす時間が多いですね。娘もできたんで娘と遊ぶことが多いです。この曲聴いて気持ち高めるとか、なんかそういう曲ってありますか？なんか感謝じゃないですけど、Life is Beautiful っていう、なんか応援してくれてる人がいるなっていうのを噛みしめてから行く感じなんで、僕はやっぱり娘ができて、昨日、守るものじゃないですけど、もう増えたのですごい染みますね。ただいまー。おかえりは、おかえりなさい。家で森選手の帰りを待っていたのは、妻の夏美さんと娘のしずくちゃん1歳。やっぱり家が一番落ち着きますか？そうですね、一番落ち着きますね。リラックスできます。先輩パパから何かアドバイスもらったり？そうですね、なんか最近ちょっとよく噛まないこと多いんです、食べるとき多いんですけどとか聞くと、いやあるよねそういう時期とかいろいろアドバイスしてくれますね。今年は10日間オフだったじゃないですか。長くこう一緒に過ごせて、いろんな思い出もできたんじゃないですか？そうですね、なんかこういう期間じゃないとなかなか3人で過ごせる時間がないので、良かったですね。いっぱい娘のことも見てくれるので。
すごい楽しい思い出がいっぱいできました。なんかここに塗るやつ。そしてゴールキーパーの仕事道具といえばキーパーグローブ。毎日使うものだからこそメンテナンスは欠かさない森選手。遠征先から深夜に帰宅した時もまずはキーパーグローブの手入れをするといいます。まあ、大体 10試合から15試合使ったら、まあ、変えるかなっていう。グリップとかの状態にもよりますけど、まあ、まだグリップがありますし使えるので大事に試合で使ってます。一番僕が理想とするそのゴールキーパーの像としては、もう味方の選手に指示とかコーチングをして、まあ、体を守ってもうシュートを出せないっていうところが一番いいと思っていて、そこでの関わり方っていうか、うん、じゃあこういう選手にはこう伝えようとか、それは日頃の、まあ、オンとオフの時もそうですし、うん、そこの関わり方で多分アプローチの仕方が変わってくると思うんで、そこは意識してやっていて、だそこでそういうコミュニケーションを取ってると、うん、あ、じゃあこいつのために頑張ってやろうとか、じゃあチームのためにやってやろうっていうのが出てくると思うんで、あ、止めてくれたから点取ってやろうだったり、あ、じゃあ森健のために体張って守ってやろうっていう思ってもらえてるのかなっていうのがあるので、まあ、それが試合に出てるのかなと思います。そんなピッチでプレーする森選手の姿は妻夏美さんを支える原動力にもなっていました。試合を見ててもそうですし、試合から帰ってきてこうだった、ああだったっていうのを本人もよく話してくれるので、やっぱりそれによって私の、そうですね、こう育児だったり仕事に対しての気持ちのモチベーションだったりも変わりますし、なんかこう支え合ってる以上にこう高め合ってるような存在にはなってるなっていうふうに感じます。午後6時前、小さな子供がいる森家では少し早めの夕食。ではいただきます。ご一緒に、はい、いただきます。上手。いただきます。なんか試合前のルーティーンとか自分で決めてるサイクルみたいなものって何かあるんですか？試合前日は絶対奥さんの手料理を食べるのはルーティンになってます。奥さんのご飯を食べて明日勝とうっていう気持ちになってるわけですか？はい、ここから勝負始まってますね。しっかりパワーもらってます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。サッカーができて目指す場所があるっていうのはいかがですか？ J リーグを目指してサッカーをする環境ってなかなかないので、それを今目指して自分で やれてたり続けられてるってのはすごいありがたいことですよね。サッカー、仕事、子育てに励みながら夢の J リーグを目指す戦いは続きます。やっぱり憧れな場所ですし、でも届かない場所じゃないと思ってるんで、その舞台で戦うための今は本当に下積みだと思って意識してやっていきたいと思います。しっかり、結果を残して J3 に上がりたいなと思います。森選手、VTR ご覧になっていかがですか？いや、ちょっと全貌すぎて恥ずかしいです、ね。はい、いや、でもなかなかこうやって、うん、密着してもらうことはないと思うので本当にありがたいです。ビアティンの守護神は優しい旦那さんであり、そして優しいお父さんでした。改めて、あの家族への思いというのは？いや、本当に、支え合って本当に高め合ってるっていう存在だと思うので、この家族のために頑張りたいなとすごく思います。樋口さんはどうご覧になりましたか？
いやもうまずの森選手のプロフェッショナルな姿勢っていうのに本当にこう素晴らしいなっていうふうに思ったのと、はい、あのやっぱ奥さん素晴らしいですね。支え合って高め合っていくなんていう言葉はなかなか出ないですよ。いや、あのスポーツ選手 の, その家族として理想的ななんか家族を見させてもらったなと、もう絶対上がらなあかんなと思いましたね。そうですか。はい、アメミヤさんはどうですか。いやもう森健くんは思ってるような人で、優しくて、そして頼りがいがある選手だなと思ってますし、うん、いや初めて家族の雰囲気とかも見ましたけど、はい、もう本当羨ましいです、家族の思いを背負いながら戦う森選手です。これからもビッグセーブに期待です。では一旦コマーシャルを挟んで、この後は雨宮選手の横顔を紹介します。私の未来に踏み出していくんだ。ゴージービアティンのコーナー、ここからは雨宮選手の横顔に迫りたいと思います。雨宮選手も普段はサッカーをしながら仕事をしているということなんですけれども、お仕事はどんなことをされているんでしょうか。はい、学童の支援員として先生で、仕事させてもらってます。あ、こちらの写真がその様子なんですね。そうですね。でどうしてこのお仕事をしようと。もともと子供が好きだっていうのもあったし、はい、まあ、仕事を、紹介してくれる中で選択肢としてあったので、ぜひよろしくお願いしますという形で仕事をさせていただいてます。これ何の場面なんですか。これは手押し相撲ですね。あ、手押し相撲、ものすごくこう仲のいい雰囲気が写真からも伝わるわけですけれども、森選手どうご覧になってますか。そうですね、まあ、やっぱり雨の優しさがなんかにじみ出てる写真だなっていうふうにすごい思います。あ、そうですか。雨宮さんはこの仕事をしながら何かこう感じているもの、得ているものってあるんですか。いやもう子供たちのもう元気たっぷりなエネルギーを真っ直でもらっているのもあるし、はい、まあ、いろんなことを挑戦するっていうのも子供たちがたくさんやってくれるので、それを見守りながら自分にも大事だなと思って日々一緒に過ごさせてもらってます。そしたら雨宮さんのプレーの原動力の一つになってるわけですか。いやそうですね。じゃあ学童の子供たちのためにも雨宮さんこれからプレー頑張らないといけないですね。そうですね、はい、そのためにもやっぱりこう休むときは休むっていうのも大事だと思うんですけれども、オフはどんなことしてたんですか。オフはまあ平日は仕事あったので午後から行かせてもらうっていう感じだったんですけど、はい、土日は友達と海や川とか行って、うん、まあ、バーベキューもしたりしてオフを過ごしました、うん、それって三重県内で行くんですか。そうですね、今回は、島の海に行ったり、あと小物の川行ったり、はい、まあ、そんな感じですね。あの雨宮さんは神奈川県のご出身でいらっしゃるから、三重県のこの豊富な自然を満喫して、そしてまたこれシーズン再開したら頑張っていこうということになるわけですね。いやそうですね、もう本当リフレッシュできたので、うん、またここからギア上げてやっていきたいと思います。改めて J リーグを目指しているビアティンということになるわけですけれども、雨宮さんの今の思い聞かせてください。もともと小さい時から J リーグは、J リーグでプレーするっていうことは目指してきたし、まあ、そこを狙えるチームであるってことはもうすごく、嬉しいことですし、まあ、たくさんの応援の中でプレーできるってことは本当簡単にできないことだと思うので、まあ、これからも上を目指してやっていきたいなと思ってます。はい、これからも期待しています。では森選手、雨宮選手、最後に番組をご覧の皆さんにメッセージいただきたいと思います。まずは森選手から。はい、この中断期からもう一段階、成長した宮城美を見せれるように一日一日大切にして、頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では雨宮選手お願いします。まだまだ昇格できる順位でいると思うし、まだ個人としても、まあ、試合に絡めてない悔しさもありますし、チームに貢献しないといけないなっていう使命感を持って日々練習していきますので、ぜひ、応援をよろしくお願いします。お二人ともこれからも期待しております。今日は森健太選手、雨宮ひろむ選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。